プレゼント企画やってますと、ドアズルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュオブクランやっていきたいと思います。さあ、ということで今日はね、クラクラのクラン対戦からお送りしていきたいと思うんですが、クラン対戦のクラメンの前回リプレイを見て勉強する回でございます。最近ね、私ドズルは、クラン対戦ちょっとお休みいただいて、資源狩りがっつりやってるんですけれども、クラン対戦のね、せっかくクラメンたちめちゃめちゃね、すごいリプレイたくさんあるんですよ。前回リプレイ毎回ね、こうボケーっと見てても、ほえーってなるぐらい。めちゃめちゃ勉強になるっていうか、勉強にならない、逆に上手すぎて。すごいね、いろんな前回のパターンがあるので、まあ、少しでも、みんなと一緒に見ていって、まあ、せっかくなんでね、クラメンのリプレイも紹介してって言ったところで、今日はお送りしていきたいなと思います。タウンホール12以外の人も、もう見てて楽しいですよ。このレベルになると、本当に見てて、はぁ、すごいなっていうのが、多分伝わると思うんで、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。さあ、ということで、まず一つ目こちら、台風4号さんのアタック見ていきたいと思います。もうね、このタウンホール12の相手の施設レベルカンストクラスになると、マジでね、一瞬でユニットたち溶けていくんですよ。だから、どのユニットを残すかとか、今回クイヒンなんですけど、クイヒンをどうやってね、こう入れていくかっていうのをちゃんと考えないと、もう、なんていうの、面でご利用したら一瞬でやられるぐらい、相手の防衛力は高いです。今回ババキンとウィザード、そしてボーラーを使ってうまく、外の施設ね、こちら全部削ってしまって、ボールブレーカーで壁を開けてアチャクイを中に入れていくという作戦ですね。で、ここですごいのが、さらにここでウォールブレーカーを入れて、まあ、お決まりになってるけど、ここでレイジをかけて一層中を開けていく。これがね、できないんですよね。本当に難しい、これで。今回は相手の援軍ドラゴンが入ってきてますので、ドラゴンに対してクイヒで処理して、でイーグル砲まで処理した後に、今度ね、あ、これあれやられてしまいましたね。ベビドラ君がやられてしまいましたが、さあ、ウォールブレーカーでちょいちょいね、中も狙っていきますが、今回は、ここまでしか開かないといった感じです。で、この後すごいのが、今回相手の、アーチャークイーン、相手のアーチャークイーンはこっちのアーチャークイーンで処理するんではなくて、ソロユニットでね、処理していくんですが、その処理の仕方が面白かったんで見ていきましょう。さあ、アーチャークイーンググイッと外にそれて、初見攻めかな、どうかね、ソラトラップの位置とかが結構こう探り探りなんで、ワンチャン初見攻めか、もしくはこのプラン自体は多分初めてだと思います。さあ、突撃艦から出てくるのがドラゴン2体で、さらにこのドラゴン2体に、アチャクイにフリーズをかけて、レイジ状態で一気に相手のアチャクイを処理して、さらにその隙に、バルーンを飛ばして、今回インフェルノ弾を処理していきます。で、このドラゴンたちが最後まで残るっていうのが驚き。さあ、その隙にラバハンド2体プラスの、バルーンたちがね、グイグイっと12時方向から来ていて、今回あれですね、30方向のバルーン部隊はラバハンドなしで、もう突撃艦のターゲットのみで、行ってるのが一つのポイントだと思います。で、アチャクイで今回ギガテスラ、タウンホールですね、タウンホールも処理して、バルーンを無駄死にさせないと、言った感じです。グランドオーデンの特殊能力こそね、若干こうなんかハマってないような感じもしますが、それでも、もうこの時点でクイヒー働きすぎだし、てか相手の施設レベル高すぎだし、相手のアチャクインを結構ね、ソラユニットだと、フリーズじゃないわ、あれ何だったっけ、スケルトン呪文か、スケルトンの呪文でアチャクイを処理することが多いんですが、今回は突撃艦プラスの、ドラゴン2体で処理してるっていうのがまた面白いポイントの一つですかね。さあ、最終的にはもうクイヒーが最後まで残って、ドラゴンも最後まで残ってのも、フィニッシュという感じでございます。いやー、うまい、本当にうまい。これでね、クイヒーパートだけでも私は本当に真似できるようになりたいんですよね。全部はいきなりは無理だと思うんで、クイヒーパートの、まずはサイドカットね、ここでボーラーでカットして、ババキンでずーっとカットしていって、で、アチャクイを中に入れるときにオールブレーカー。で、さらにアチャクイが壁を開けてくれたときに、ここのね、2層目のオールブレーカーを出してレイジをかけて一気に壁を開けていくみたいな、そういったここのクイヒーパートだけでも、ちょっとね、できるようになりたいなというところで、勉強ポイントでございました。続いてヤマピさんの、リプレイ見ていきましょう。こちらももう相手かなりフルフルカウンストかな。今回はテスラの位置に対して、バルーンを出して、まずは防衛施設何個か処理して、ここからですね、クイヒーです。クイヒーがやっぱ強いのかな。ヒーラーのレベルせっかくね、私カウンストまで上げたんですよね。今ヒーラーカウンストしてるんで、理論上同じ攻めができるはずなんですよ、理論上ね。理論上は。さあ、ここはウォールブレーカーで、このウォールブレーカーの、出すタイミングとかもうまくて、相手の防衛施設が残ってるタイミングで出してターゲットは取らせてるんですけど、
その後にね、もうアチャクイが処理してくれるんですよね。だからあのタイミングがかなり神がかってるなと思います。ボールブレーカーって壁をターゲットしているようで、実は壁ってターゲットしてなくて、壁の中の施設を見てるんですよね。だから壁の中の施設がなくなると、その前の壁って破壊しなくなるんですが、施設に向かっていくんでね、ボールブレーカーは。なんであそこの施設がなくなるギリギリのタイミングでウォールブレーカーをちゃんと出して壁にターゲット取らせて、でそこで、施設を壊していくみたいな感じの、あのタイミングがすごい重要になってきます。今回も2層目までウォールブレーカーでちゃんと壁を開けておりまして、まあ、クイヒーがもうこの時点でもかなりクイヒーで削ってますからね、まあ、イーグルウォーとかをやっぱ先に処理していくのがタウンホール12 の、 あの決定版なのかな、まあ、ここでウォールバスター出して、さあアチャクイがイーグル砲を処理してくれたタイミングにもうババキンも出してね、今回は起動なしです。まあ、起動したタイミングでもうやられてるっていう感じですね。で相手のババキン、そしてインフェルノタワークロスボウまで処理、ヒーローパートでして、そっから空って感じかな。アチャクイでもうほんと30億見て、これ3時と6時ほとんどもう処理できてますからね。さらにアチャクイ進んでって、今回相手のアチャクイまで処理して、もう働きすぎ働きすぎマジで。さあ、こっから空パートですかね。ここまで来たらね、ぶっちゃけ こっから空パートドズル回してみって言われたら回せそうじゃないですか。いや、これもまた難しいんですよマジで。相手の防衛施設のレベルも高いんで、さあここからアーチャークインギリギリやられる前にグランドオーデン特殊能力で対空砲を降り切って、これをね空パートと一緒に同時タイミングでやってるっていうのがすごいですね。ここまで来れば空ユニットたくさん余ってる状態で、残りの防衛施設ね、しっかり処理していって、アチャクインも残ってのフィニッシュ。最後やられちゃうかな。まあ、ここでもうアチャクインやられようが、まあ、ぶっちゃけもうあのバルーンがこれだけ残ってるし、ババキンも残ってるしで、まあ、事件切れの心配もないと、言った感じでお見事でございます。いやーうまいなアチャクイ、アチャクイですかねやっぱり。まあ、ラバハウンドも半分ぐらい体力残ってるもん。アチャクイプラスクイヒーだけで、まあ、でも逆に言うと、その、私ラバハンドとかのレベルは、まだ1段階上がるんですけど、クイヒーであそこまでいけるっていうのが分かってたら、夢ありますよね。夢あります。クイヒーは結構ヒーローレベルがそこそこあればね、あの、誰でもできる変、あの、戦術なので、まあ、そういった意味ではクイヒーはもう本当、可能性無限大だなと、改めて感じるリプレイでございました。さあ、ということで本日3つ目、ディオさんの、リプレイ見ていきたいと思います。今回も相手もフルフルですね。フルフルカンスト。さあ見ていきましょう。これインフェルノタワー、これちょっと低いように見えて、これが実はカンストですからね。見た目はね、もう一個の方がなんかかっこいいんだけど、こっちが実はカンスト、カンスト状態のインフェルノタワーです。さあ今回は、突撃艦から出てきたのが大量のバルーン。そこに霊場をかけることで、まあ、援軍のあれですね、釣り出しプラスの防衛施設の処理、ここら辺をやってって、その隙にここのアーチャータワーも処理していると。で大量の援軍が出てきたのに対して、まあ、アーチャーで釣り出して、ここから援軍処理かな、ポイズンをかけてって、さあゆっくりポイズンかけて、ババキンとアチャクイで処理すると。あのこの戦術はあれですね、名前的にはスーサイドラバルって言われる戦術で、いわゆるそのヒーローパートにヒーラーとか、あとゴーレムとか、そういったユニットをガンガンつけていくんではなくて、ヒーローパートはもう捨てじゃないけど、今回のヒーローパートの役割は援軍の処理プラス、ギガテスラ、そして対空砲の処理までかな、ここら辺を狙った、スーサイドラバルだと思います。やっぱり結構バルーンとギガテスラの相性が悪くて、今のレベル5の、ギガテスラだと最後のあのティ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 ってバーンって爆発するやつ、あれがねバルーン一撃で落としてくるので、あそこをアチャクイで処理することで、バルーンが生き残りやすい状況を作りやすいと、言った感じです。で今回の鬼門はあれですね、相手のアーチャクインですね。いやでもこの状態でこうヒーロー以外は全部ソラパートっていうところで、あのソラパートに統一することでハイブリッドとかそのゴーレムが入ってる編成と比べて、あの罠とかをね、だいぶソラパートで全部吸えるので、まあ、合理的なアタックにはなってます。ただ難しいんだよな、このスケルトンの呪文もアーチャークイーン処理して、あこうやればいいのね、ふんふんってやって、自分がやるとねスケルトンマジで一瞬でやられちゃうの、本当にそれがやっぱ難しいポイントですね。さあ今回はエアスイーパーちょっと残って、イーグルホーも残ってるんで割と厳しそうですが、さあ最後のバルーンが踏ん張ってくれて、前回までつながっていくって感じかな。結構割と厳しいですね。まあでもこれだけパピー残ってるし、まあ、最後ね、あそこが良かったんで、アーチャークイーンたちがしっかり働いて、ギガテスラとかも処理してくれているんで、まあ、苦手なユニットがないっていうところで、
最後数で押していく感じかな。パピーがこれだけ残ってのフィニッシュ、まあ、最後あれですね、あのウィズ島だったら若干危なかったかもって言ったところなんですが、まあ、そこら辺もしっかりプランにね、組み込んでの、フィニッシュでございますといったところで、本日全開リプレイ3つね紹介していったわけなんですけれども、まあ、3つとも空編成でしたねあの空編成っていうか、まあ、クイヒーがとにかく強いのと、あとラバルはやっぱりあの今の基本なんだなっていうのを改めて感じました。あとディガーとかも強いですね。クイヒーディガーとか、あのホグライダーもちょいちょい見るのかな、まあ、そういった編成でいろいろね、あのビッチとかは若干下火なのかもしれないけど、まあ、でもたまにまだ、前回リプレイで見るのでクラちゃんが空が多いのかな、わかんないけど、まあ、そこら辺も含めてね、いろいろ空も私練習をほんとしたいんで、どうなんでしょうね、どうやったら一番練習になるんだろう。やっぱクラン対戦とかフレンドバトルとかかな。フレンドバトルで同じ村何回も攻めたりとか、上手い人のリプレイ何回もなぞったりっていうのが多分重要になってくると思うので、まあ、そういったところにもね、時間を使っていきたいなと思います。まあ、今月は資源狩りって決めているんで資源狩りをやりつつ、またね、前回特訓、月間みたいなのも作ってね、やっていきたいと思いますので、これからもクラン対戦楽しんでいきましょうといったところで、じゃあ本日の、動画クラン対戦のクラメンの素晴らしいリプレイを見ていったわけなんですが、またね、結構ね、タウンホール12じゃないけど見てて面白いですっていう方もねコメントでたくさんいらっしゃいますので、どんどんお送りしていきたいなと思います。私もこれがドズルの全開リプレイヤーっていうところで動画を出したいので、また精進して、全開取れるよう頑張っていきたいと思いますので、これからも一緒にやっていきましょうということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。